はい、どうも、今回のテーマはですね、400万の借金を背負って分かった一つの真実、400万円の借金を背負って分かったたった一つの真実、メモっときます。あ、大丈夫か。大丈夫ですね。400万円の借金を背負って分かったたった一つの真実です。400万円の借金を背負って分かったたった一つの真実、長いな。まあいいや。まあ、これはですね、まあ、今日なんですけど、心塾っていうのをやってるんですけど、それの、まあ、ヒアリングをしてたわけですよ。塾生さんを。で、その方は、まあ、情報商材をもう400万以上買って、まあ、残ったのは情報商材の、クレジットカードローン、ね、この毎月の支払い、まあ、借金ですね。で、手取りが今20万と。手取り20万だけど30万とか50万とかの教材を買いまくってたと。気がつけば400万みたいなね、支払い代だけが増えると。で、まあ、結局また、まあ、買っていただいたんですけど、まあ今日はですね、まあでも今回がもうさすがに最後になるんじゃないかなっていう。まあ心塾っていうのはもう販売してないんで、年に1回しかない年に1回しかやらないセールスっていうね、もう本当にクローズドの塾なので、まあ人数もね、あんまりなんだ、応募はできない塾なんで、まあその話は置いときまして、まあその塾に入っていただいた方のまあヒアリングをやってたんですけど、まあその方が400万ぐらい使ったと。で、まあ今日4時間ぐらいですかね、まあ、話してて、そう、まあいろいろ話したんですね。まあいろいろ話したんですけど、その人がこんなこと言ってました。要は今までその情報商材とかね、教材をめちゃめちゃ買ってたわけですよ。で、まあよくあるプロダクトローンチですよね、今流行りの。毎回動画が送られてきて泣くみたいな、最後みたいな、泣くみたいなあるじゃないですか。ですごいバーンみたいな、金ドバーンみたいな、まさにファンタジーですよね。ファンタレモン飲んでた方が、ファンタレモン、まあいいや、まあいいや、置いときまして、まあそういうのあるわけですよ。そういうのは好きというかね、そういうファンタジーの世界に憧れて、全然ファンタジーにならないっていうね、無限ループに陥ってたわけなんですけど、で僕はね、無料の、僕セミナーやるじゃないですか。セミナーで、セミナーやるときに、セミナーやるときも、もう今年はね、もうセミナーやらないって言ったんで、もうセミナーやれないですけど、セミナーやるときの集客のときに、来てくださいと、会いに来いみたいなことを言うんですよ。いや、もちろんセミナー集客ですから、会いに来いみたいなことを言うわけですよね。で、じゃあなぜ会いに行った方がいいのかっていうことも結構言ったりします。で、その400万情報商材を買った人がこんなこと言ってたんですよ。要は基本的にですよ、情報商材ノウハウコレクターの人ってウェブ上で全部判断してるわけですよ。例えばこの商品が詐欺なのか本当なのかっていうのは、吉谷拓郎詐欺、吉谷拓郎批評みたいな感じで検索して、ネット上の情報、あとプラスネット上の情報、まあネット上の売られてる情報、そしてネット上で叩かれてる情報、全部ネットで完結しようとしてるんですね。で、一度も会ったことがない、一度も会ったことも聞いたことも、まあ話したこともない、一緒に酒を交わしたわけでもない、一緒に裸の付き合いをね、一緒に風呂入って裸の付き合いもしたことすらない、赤の他人の儲かりますよっていう情報を会ったこともないのにインターネットだけで判別して、そして大丈夫かな、今度こそは大丈夫かなってネットで完結して買ってダメだみたいに言うわけですよ。別にそれでうまくいってるんだったら僕は別に何も言わないんですけど、まあ僕のお客さんっていうのはそれでほとんどうまくいってないわけですよ。で、僕はいや、その情報の取り方はでうまくいってないんだったら別にいいんですよ。インターネットで情報を無限に調べられますから別にそれでいいんですけど、その情報の取り方でうまくいってないんだったら直接会いに行って情報を取りに行った方が絶対にいいですよと。逆にそれしないとうまくいきませんよってことを言ってるわけですよ。これはね、ウィキペディアよく話するんですけど、ウィキペディア
に孫正義さんのストーリーが載ってるんですけど、孫正義さんは高校生の時にですね、成功したいと、まあ幼少期は成功したい、お金持ちになりたいみたいな思ってて、で当時そのマクドナルドの藤田伝さんですね、高校生の時門前払い食らいながら、成功するためには何が必要なんだってピンポンしに会いに行ったわけですよ。でもちろんアポなしだ しその孫正義さん知らないんで、まあ、門前払いですよ、ピンポンしても。それでもめげずに孫さんは会いに行ったわけですよ。でそしたらなんか面白い高校生おるぞみたいな、上につないでもらって、まあ、藤田伝さんね、マクドナルドを日本に持ってきた人と、会って話を聞いて、でこれからはパソコンの時代だと、ソフトの時代だと、だからそれやった方がいいぞっていうアドバイスを受けて渡米して、で帰ってきてソフトバンクっていうね、ソフトバンクのソフトを作あの会社を作って、でそこで藤田伝さんのマクドナルドはその孫正義さんの会社からパソコン受注するみたいな、発注するみたいなサクセスストーリーがあるんですけど、要は自分、まあ僕もいろんな、まあ成功する人だ、うまくいく人とうまくいかない人、そして成功、世の中の一般的に成功している人たち、こういう、ものを見てきたんですけど、やっぱね直接会いに行ってんですよ本当に。これね見てほしいんですけど、直接会いに行ってる、もしくは直接会ってる、要は出会いですよね、会って直接会ってる、なんかウェブの情報だけで成功しましたみたいな人は本当ごくわずかです。ウェブの情報誰一人とも会ってない、もう一度言いますね、誰一人とも直接会ってない、本当にインターネットだけで調べて成功しました、少ないです。これだけ情報が出てるのに少ないんです。じゃあインターネットは置いといて、リアルの本でもそうじゃないですか。世の中には書店に行ったら成功本っていうのがいっぱいあって、どうすれば成功できるのかっていう本がいっぱい並べられてるじゃないですか。じゃあその本を手に取って億万長者になった、成功した人どれぐらいいてますか？少なくないですか？なんでですか？成功する本が売られてるのに、インターネット、果たしてやインターネット検索すれば無限に情報あるのに、なんで成功できないんですかって話じゃないですか。おかしくないですか？じゃあ全部本に売られてる、本屋で売られてる情報は詐欺なんですかって話じゃないですかね。そうは思いません？本屋に行けばいっぱいありますよ、億万長者になる方法だったり、億万長者になった方法とか、成功するためには成功する方法とか、本屋行けば腐るほどありますよ。ないですか？本屋行ってみてほしいんですけど。じゃあその本って詐欺なんですかって話じゃないですか。その本を取った人は全員成功してるんですかって話じゃないですか。してないですよね、ほとんど。まあ少なくてもこの動画見られてる方の中でそういう類の本を読んでまだ成功してないってことだったらどういうことですかって話じゃないですか。だから結局なんですけど、別に本から情報を取ろうが、ネットから情報を取ろうが、あんま意味ないんですよ。あんま、まあ意味ないことはないですけども、自分が本当に変えたいと思うんであるならば、一番早くだからね、まあ10年かけて1億稼ぎたいのか、1年で1億稼ぎたいのかって話で、これね本当に最短最速でお金を稼ぎたいと思うんだら、成功したいと思うんだったら、本当ね生なんですよ、生直接会いに行くっていうのが一番早いです。お金がかかるから、時間がかかるから、めんどくさい、ただこれだけの理由で成功を逃してしまってるんですよ、ほとんどの人は。もちろん会いに行ったからといって成功できるわけではないですけれども、少なくても今の情報の受け取り方で、今の情報の受け取り方、ただただぼーっと YouTube を見る、ただぼーっとメルマガを見る、メルマガを見て登録するっていうことを繰り返してうまくいってないんだったら、そのやり方を変えないとうまくいかないと、変えられないと思いません？今までやってることでうまくいってないのに、今まで通りにやってうまくいくんですかって話じゃないですか。もう一度言いますね、今まで通りのことをやってうまくいってないのにもかかわらず、今まで通りのことをやってうまくいくことってありえるんですか？ありえるかもしれないですけど、限りなく成功率は少なくないですか？で話を戻すと、その400万円を使って、これ言ったかな、400万円を使って、その吉谷さんが言ってた意味がようやく分かりましたみたいな言ってくれたんですけど、今
要は吉谷さんがよく人に会いに行けっていうことをよく言いますけど、いやそれが本当よく分かりました。最近になってようやく分かったっていうことを言ってたんですね。最近ようやく腑に落ちて分かりました。これはまあ僕がなんだ、YouTube である人を紹介してたんですよ。この人めっちゃすげえっつって、でその人をなんかベンチマークし始めたらしくて、で実際にセミナー行ったみたいなんですよ。でそしてセミナーで生でその人に会って話聞いたら、もう全然やっぱちゃうっつってました。もう吉谷さんの言ってることがよう分かりましたっていう。やっぱその動画で見てるものと、その人も YouTube やってるんですけど、動画で見てるのと生じゃ全く違うっていう、全然その臨場感、感じ方、受け取り方が全然違いましたっていうことを言ってました。だからやっぱり生で、同じ情報だったとしても受け取り方が変わるんですよ。生なのか、例えばですよ、例えばじゃあ孫正義さんの話に戻しますけど、藤田伝さんがこれからはパソコンの時代だと、インターネットの時代、パソコンの時代だっていう情報が本人に書かれてたとします。言ってることは一緒なんですよ。本にその情報が書かれてました。藤田伝さんがね、これからはパソコンの時代、もしくは新聞ですよね、新聞のインタビューとかで、藤田伝さんこれからは何が流行ると思いますか、そうだね、これからはパソコンだねみたいな感じで、その記事が新聞に載ってたとするじゃないですか。じゃあ藤田伝さんに直接会って、藤田伝さんから生でそれを聞いた、これね、情報、面白いことに情報同じなんですよ。新聞で書かれてる情報も一緒だし、藤田伝さんに直接会いに行って聞く情報も一緒なんですよ。だけど受け取り方が全く違うわけですよ。これ藤田伝さん前にいて、うわマクドナルドの創業者めっちゃ成功してる人、藤田伝さんが、君と、これからはなパソコンの時代だと、ソフトの時代だと、ああそうなんですか藤田伝さんみたいな。じゃあそれを新聞で読んだとするじゃないですか、受け取り方どうですか。全然ちゃうじゃないですか。言ってること書いてあること一緒ですよ。だから直接生でこう言った方がいいよっていうことを僕は常々言ってるし、だから僕はセミナーで生でお伝えしてる。まあ今日の夜もやりますけど、ライブ放送っていうのも毎日やってますし、ライブですよね、生で本物を伝えるっていうことを結構コンセプトにやってる部分あるんですけど、セミナー正直めんどくさいですよ。だけど生でお伝えするものと、まあよくね、結構ね、そう、この前10月1日のセミナーやった時も初めてセミナー来てくれた人もいてて、そうそう、初めて来たんですよ。で、やっぱ生は違いましたみたいなメッセージいただいたんですけど、やっぱね全然違うと思いますよ。生は別に僕のセミナーに来なくてもいいんですけど、直接人生を変えたいんだったら会いに行ってください。いや本当にこれ全然ちゃいますから、会いに行って話を聞くっていうこのプロセス、そしてその臨場感すべてを感じて体験して受け取るっていうことです。だから情報の、同じ情報でも質ですよね、これ僕ね大事なんじゃないかなって非常に思うんですね。どうですか、今成功本を読んでる、成功本を読んだことが1回でもあるけど成功したことがない、稼げる教材を買ったけど稼げてない、それって情報の受け取り方をネットだったり本だったりとか、その生じゃなくて教材を買ってただ勉強してるっていう、ただその自分のテリトリーの範囲じゃないですか、ですよね、じゃなくて自分のテリトリーの外に出て、外で生で聞くっていうのは本当に僕はね一番早いんじゃないかなと思います。めんどくさいかもしれないですよ、セミナーに行ったりとか直接会いに行くっていうのはめんどくさいかもしれないですけど、これね、あと僕前のなんか動画でも言ったことあるかもしれないですけど、あとねセミナーに来てもうまくいかない人もいてるんですよ。こうセミナーに行ってもうまくいかない人ってどういう人かっていうと、後ろにちょこんと座ってへーみたいな聞いてる人です。いやいやいやと、自分が何か買いたいんだったら最前列だろっていう、僕はそういう考え方です。いや自分なんか買いたいんだったらもう完全最前列に座って、もう講師の話も一語一句聞いたろうと、
いうぐらいの思いでいかないと、だってソフトバンクの孫正義さんもピンポン鳴らしてるわけですよ、直接話させてくれっていう。じゃあこれセミナーでも一緒じゃないですか、同じ、まあ、確かに同じ空間ですけど、後ろにちょこんと座ってみたいな聞いてるのと、最前列で座ってですよ、最前列に座って、あすいませんみたいな、そこはどうなんですかっていう人、どっちの方が成功する確率高いと思います？だからセミナーに行ったからうまくね成功できるかっていうわけではないんですけど、セミナーの聞き方もそうですよね。だから僕も今はね他の人のセミナーとか行ってないですけど、昔その20万とか30万の合宿セミナーっていうのは結構行ってた時があります。その時は必ず最前列です。僕の場合は20万とか30万の合宿セミナーとか普通のセミナー兼合宿セミナー全部において最前列です、間違いなく。で質問できる時があったら質問してました、僕はね。なぜならばもう誰よりも盗んだろうみたいなね、ここの会場の誰よりも間近で聞いて盗んでやろうっていう気持ちで参加してましたから。でもね僕もセミナーやるんですけど、そういう人あんま少ないんですよ。なんでかなっていう、だって変えたくないですか、自分の収入を変えたい、自分の人生を変えたいのに、なんでそこ前のめりにならんのっていう。せっかくわざわざ来てるのにもかかわらずね、30分早く来れば一番前に座れるんですよ。たかが30分早く行けば前に座れるわけですよ。僕は非常にもったいないなと思うんですよね、だからまあ情報を受け取る時っていうのは絶対ね生で聞いた方が本当にいいと思います、だからまあ別にその、ね、ネットビジネスやるとかそういうのをなしにして、例えばアーティストさんの、ただその MP3 で聞いてるんじゃなくてライブに行く、これライブに行ったらもう全然臨場感ちゃいますから、めちゃめちゃ楽しいと思いますよ。まあ僕はちょっとね今仕事も忙しいですから、まあそういうとこは行けないんですけども、まあ落ち着いたらですねライブ、そういう僕の好きなのをケツメイシちょっと行ってみたいなと思ってるんですよね。まだ行ったことないんで、ケツメイシのライブ超面白いんで、まあ動画でしか見たことはないんですけど、トークセッションが、下ネタトークセッションが、あとね大学の時からのあれなんで、ケツメイシのライブはちょっと行ってみたいですね。あとウルさんのライブもちょっと行きたいですけど、だからライブっていうのは大事かなっていう、直接見るっていう、感じるっていう、本当に人生変えたいとか本当に収入変えたいと思うんであるならば、だって成功してる人に会いに行った方が早くないですか？なんかもちろん自宅から出ない、インターネットでこう調べる楽ちんかもしれないですよ、確かに。それでうまくいってるんだったら一言も言わないですけど、それでほとんどの人はうまくいかないんで、ネットで調べてふーんみたいな、へーみたいな、メールが来る開く、メールが来る開く、登録する見る、へー送られてくる見る、それで成功できてますって話なんですよ。そもそも情報の受け取り方が主体的ではなくて受動的ですよね。成功してる人たちって受動的ですか主体的ですか、どっちですか？成功してる人って主体的ですか受動的ですか、どっちですか？成功してる人は主体的なのか受動的なのか、どっちだと思います？もちろんね全員が主体的っていうことを言いたいわけじゃないですけれども、その割合的に言うと成功してる人たちって絶対的な割合で主体的なんですよ。情報を取りに行くのもただ受け取るだけではなくて、自分から掴みに行く、主体的に情報を受け取りに行く、これが大事かなと思います、はい、ということでちょっと熱く語ってしまいましたけども、それが大事だと気づいてくれたね。僕は結構ずっと動画でね、いやー生会いに行った方がいいですよと、会いに行った方がいいっていうのをね常々僕は言ってるんですけども、400万使ってようやく最近分かったみたいで、吉谷さん分かりましたと、会いに行くっていうことがどれだけ大事なのかっていうのが身に染みて分かりました、この前みたいなこと言ってくれたんですけど、本当大事ですよマジで。まあいくら僕が言ったとしても分かんない人は分かんないと思うんですけど、
まあ、セミナーの受け方もね、まあ、一つですよ。さっきも言いましたけど、ただじゃあ会いに行けば成功できるのかちゃいますよ。どういう気持ちでセミナーに臨むのか、どういう気持ちで講師と触れ合うのか、全然違いますよ。だからそこに主があるのかって話ですね。主、自分が成功したいっていう気持ち、主があるのかっていうことが大事ですね。あれ、主は言います。主は言います。あ、神様って主はなんとかなんとかって言わない。まあいいや、まあそういうことです。いやでも吉谷さんの話いつもはなんとなくわかるんだけど、めんどくさいんですよセミナー行くの。お金もかかるし時間もかかるし仕事も大変で行けないんですよ、会いに行けないんですよ。大丈夫です、はい、今回そんな人のためにぴったりな教材があります。しかも無料、はい、今ですね、あのデジタルコンテンツを100億円売った人、デジタルコンテンツを100億円売った人が新刊を出されました。まあ、これダイレクト出版の企画で新刊が出ました。でその新刊キャンペーンということで、そのやり方、はい、無料でもらえます本。しかもご丁寧なことによって、自分の自宅で待ってるだけで、鼻くそほじくってるだけで、テレビ番組見てるだけで、何もしないでヤマト運輸もしくは佐川急便の人がうわーピンポーン、本です、はーい、はい、あ、来た来た、はい、何もしないで受け取れますよ便利だな、はい、だからもし自宅から一歩も出たくないんですっていう人は、その本を読んでみてはいかがでしょうか、はい、であとは、僕も今期間限定ですけれども、成功するためには何が必要なのかっていうのを無料でプレゼントしています。これは期間限定で、今ハロウィンキャンペーンやってるんですけど、セールスレター新しくリニューアルするんで、それができるまでの、まあ、ちょっとご案内してますけど、もし一度もそのコンテンツ、有料で販売してるコンテンツなんですけど、期間限定で今無料でやってるんで、見たことがないよっていう方はこの機会にぜひ、無料で受け取ってください。簡単です。2タップでその有料のコンテンツ、究極の成功トライアングル、究極の成功トライアングルっていう有料のコンテンツを無料で2タップで受け取れます、はい、2タップで受け取れます、はい、2タップで儲かるわけじゃないですよ。2タップで儲かるわけじゃないですよ。わかります？2タップで無料で受け取れます。お金がもらえるわけじゃないんですよ、はい、2タップで無料コンテンツを受け取れます、はい、間違いなく、はい、まあ LINE はね絶対届くと思うんで、はい、詳しくはですね、この YouTube の下にリンク貼ってますので、ぜひご確認いただければなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。